ヒットでランナーを一塁に置いています。バウンド上九里、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。痛烈な打球、高々入った、ホームラン、先制のツーランホームランです。ジャイアンツ白球高々と舞い上がり、東京ドームのスタンドに消えていきました。ストライクを取りに来たところ、強引に引っ張ったあたりは大きな弧を描いてスタンドに入りました。ジャイアンツが先制しました。2対0になりました。いや、ツーボールでしたからね。1、2、3で思いっきり打ちに行きましたね。はい、ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに白球消えていきました。ナイスバッティングですね。この一発で初回から先制点を奪っています。ボックスには3番ウレーニャ。相手ピッチャーの乱れからチャンスを作っています。まあ、ここもある程度ボールを見ていってもいいかもしれませんね。さあ、ジャイアンツリードを広げるチャンスです。小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはあるんですか。中途半端な速さのボールだと外野フライになる可能性高いですから、できれば強いボール、特に低めですね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。うちのボール打っていった、落ちた、ヒットになる。セカンドランナーサードがパスを蹴った、サードランナーがホームに帰っていきました。そしてジャイアンツ追加点、5対0、エースに援護点をプレゼントします。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。この流れに乗ってね、この回で大きく勝ち越しておきたいですよね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。グレーニャ、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったですよね。まあ、ちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。ヒットで満塁としています。まずは見送ります、ワンボール。次が2球目、それほど厳しくないコースのストレート、あっさり見送りました。バッター、これはどうか、三遊間抜ける、セカンドランナー三塁を回った、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、ホームに送球、三塁へ、ホームに送球する、本塁タッチはアウト、ジャイアンツが突き放します。レフト前へのタイムリーヒット、9対0、ジャイアンツ